おはようございます。今日はね、3月の14日、四国遍路15日目になります。今日でね、一旦ね、東京にちょっと戻るんで、まあ一旦ね、第1次の今日が最終日になります。もうね、今はね、左の足首のまあアキレス腱のあたりと、あとは右の膝と右のね、足の甲の内側がね、かなりね、痛いです。もうね、15日経つとね、本当に足はね、痛いとこだらけになりますね。これ逆にずっとね、歩きで遍路する方がね、きついかなっていう気がしますね。帰ってね、リフレッシュするぐらいの方がいいんじゃないかなっていう気はしますけど、まあ、とりあえずね、今日はね、最終日、頑張って歩きたいと思います。30番札所の善楽寺で参拝が終わりましたので、これでね、一旦ね、第1次のね、遍路は終了ということで、はい、ね、駅の方に向かってね、歩いていきたいと思います。じゃあね、高知駅着いたんで、あとはね、バスに乗って空港経由でね、東京にね、戻りたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。でね、まあね、これで終わりにしようと思ったんですけど、まだ時間もあるしね、まあね、10日目に電車使っちゃったんで、みそぎとして、はい、歩きます。で、まあね、次来るときは高知駅からスタートするんで、一旦高知駅に寄って、あとね、一つのお寺を寄ってね、あとは空港まで歩きたいと思います。まあ、水着をしても仕方ないんですけど、まあね、やっぱりね、なるべく歩こうというのが、ね、僕のポリシーなんで、はい、もうちょっとだけね、はい、歩こうと思います。じゃあね、お昼を食べたんで、はい、またね、歩き始めたいと思います。どうやらね、この山になってるね、ところの中にね、お寺があるみたいですね。中にもね、五重塔もね、あるみたいですけど、
いや緑がね綺麗で本当素晴らしいですよ。うん、いいな。じゃあね、31番のね、竹林寺もお参拝を終えましたんで、はい、これでね、第1次の、お寺は全てね、お参拝終了になります。やっぱり、庭とか、まあ、池とか、やっぱりあるところは、なんか、やっぱり綺麗でね、こう洗練されね、綺麗な空間があるんで、やっぱりお寺らしくていいなっていうのは、まあ、もちろんね、五重塔もすごいですけど、なんかやっぱりああいうこう心が、ね、落ち着く空間っていうのは、やっぱりいいなと思います。よし、じゃあね、空港まで歩きます。頑張れ。じゃあね、残り空港まで5キロも切ったかな、それぐらいなんですけど、まあね、15日のね、振り返りをしようかなと。まあその、宗教者とか、そういうんじゃなくて、人間としてね、はい、感じたことをね、ちょっとまとめたいなと思います。歩いてみて、まあ本当にね、辛かったし、今もめちゃくちゃね、足痛いんですけど、まあ本当にね、一歩一歩ね、あの自分自身でね、足を踏み出してきたからこそね、もう多分本当にすごい距離をね、歩いて来れたんだと思うし、まあ、こうやってね、まあ、自分が頑張るところをね、まあ、形にしているので、多分この動画を載せてる頃にはね、あの載せてる頃じゃないか、今日ね、たまたまあの YouTube のね、あの自分のチャンネルを見たらね、なんとチャンネル登録がね100人を超えてました。はい、まあ別にね、その稼ぐためにとかそういうのじゃないんで、まあ別に 見てもらえる人に見てもらえればそれでいいんですけど、まあね、なんかやっぱり3桁の数字はすごい嬉しかったなっていうのは感じますね。まあね、本当に何かね、大きな成果をね、生み出すためにはね、もうね、コツコツ一歩一歩ね、やるしかないんだなっていうふうにね、思いました。でもう一つはね、やっぱりね、歩いてると辛いんで、下をね、向きがちなんですけど、やっぱりね、下を向いてるとね、自分の足元しか見えないし、やっぱりね、自分の身の回りのことしか見えないんですよね。でも顔を上げてみると、こうやって、あんなところに大きい建物があるなとか、お、今飛行機通ったなとか、お、あの山はね、自分が昨日歩いた時に通った山の景色だなとかね、やっぱり顔を上げるとね、まあ相手のことがね、やっぱり分かるんで、やっぱりね、辛い時にね、下ばっかり向いてると自分のことしかね、見えないんで、顔を上げてね、周りを見渡すとね、まあ、思いがけない出会いもあるし、思いがけないチャンスもね、回ってくるかもしれないし、やっぱり苦しい時こそね、もうね、自分で意地張って自分でね、言い聞かせるようにね、前を見て周りを見てね、そんな風にね、やっていきたいなっていう風にね、もうね、何度もね、辛くて自分の足をね、見がちなんですけど、やっぱり、ね、顔を上げて頑張り続けることがね、あの大事なんだっていうのをね、すごい改めて感じました。まあね、また1週間後で高知に戻って、そこからね、またお遍路スタートするので、ちょっとね、投資で
40日50日歩いてる人はすごいな、尊敬するわ。ちょっとね一旦ね休養してからまたね、はい、あの変路にね挑みたいなというふうにね思います。よし、もうすぐね空港到着です。いやー